こんにちは、コナッタでしたけど、今回はサムネイルに書いてあること、それ以上のことも、それ以下のことも、もう本当に特に何もありません。私こくし、コナッは、成形しましたいェいイいイ,イ、別にイェイじゃない。別に正直、イェイじゃないです。はい、ということで、私こくし、コナッは、 整形をしました。2年ぶり2回目ですね。そんなね、オリンピックみたいな <laughs>、そんなオリンピックのメダルを取ったみたいなね、ニュアンスで言わんでもらってて感じかもしれないんですけれども、はい、整形をしました。正直ね、なんか別にそんな公表するようなことでもないかなって別に思ってたんで、まあ、やったのちょっと前なんですけど、別に言わなくてもいいかなと思ってたんですけど、 まあやっぱなんか変に言われてもあれかなみたいなこうおじさんのこのちゃん成形したよねみたいな感じの皮肉混じりのコメントが随分ちょっと嫌だなと思ったのでまあ別にね恥ずかしいこととか悪いことをやったわけでは何でもないのでまあ別にいいかな動画のネタにもなるしってことでまあちょっと報告動画を撮らせていただいておりますはい何回目かの報告になりますが私成形いたしましたはいまあね あとまあちょっと嫌だったのはあれかな。前一回整形した時なんか一回整形しただけで整形移動しようってぶっ叩かれたんですよ <laughs> このまあ訓界祝だとあんまりね、馴染みのない言葉のように聞こえるのかもしれないんですけど、それでね、若干なんか言うの嫌だったみたいなところはあるけど、まあなんかもう最近もう何言ってもなんかバチボコに叩かれるから、まあまあもうお家芸みたいなもんなのかなと、まあちょっと思っておくことに。 します、まあ動画のネタになるしね動画一本作れたら私のもう心はそれで安定安定ですはいまあそんな感じで整形をしたというご報告になるんですがまあさて一体どこをやったでしょうっていうね問題になると思うんですけどまあどこだと思いますかまあ意外と分かりやすいようで分かりにくいのかな参加税とか こうパチンコの来店実践に行った時いやもしかしたら気づいていたのかもしれないけど、まあ、特に意外と指摘されなくてお馴染んでるみたいによかったーとは思ったんですけど一体どこやったかというと目です目です目二重埋没をやりました と聞くとね、あれって思うかもしれないんですが、2年ぶり2回目というとね、私は1回整形をしているわけです。で、その1回目の整形も実は私、二重埋没をしておりまして、今回でまあ2回目になるんですね。まあ、なんだろう、整形詳しい方、美容生素が詳しい方だと、まあ、二重埋没をね、まあ、やること、2回やること、2、3回やることはまあ結構よくあることなんで、違和感に思わないかもしれないんですが、まあ、二重埋没、まあ、今回2回目。 まあなんでやったか、まだな、わからない方もいると思うので、まあ説明していきたいと思います。まあ、そもそも、整形をする前、二重埋没、一回目もする前、私結構目がコンプレックスで、で、目の何がコンプレックスだったかというと、私結構毛コーヒーが貼ったりはしてるんですけど、それはコンプレックスじゃなくて、こっち、こっちの目が奥二重で、で、こっちの目が二重。なんかその左右差がめちゃくちゃずっとコンプレックスだったんですよ、私の人生で。で、その一回目の、 二重埋没まあ、ここまでいったらね結構ね私の自撮りとか見てる方はお気づきになるかもしれないんですが1回目の二重埋没なんかね戻っちゃったんですよ二重がこっち両方作ったはずなんですけど二重こっち結局ずっと奥二重で、まあ、今ちょっとね二重線見えてると思うんですけど もう不重性も見えない状態で、整形前の状態かのように戻ってしまったんですね。何が原因かはあまりわからないんですけど、まあ、なんだろう、猛虎比では私結構張ってるから、まあそれがなんかちょっと戻しちゃったのかなっていうのはまあ考えられはするんですけど、まあ戻っちゃって、で、それで、それ、結局やっぱりその状態に戻るってことは、コンプレックスは結局解消できてないわけじゃないですか。それが、まあ嫌で、 今回、整形、二重埋没、二回目をしました。まあ、二重埋没ということはね、二重を作ったということですね。はい。こっちずっと奥二重だったと思うんですけど、二重になりました。まあ、皆の左右差を解消したいと言っても、私結構、目の形、まあ、若干違うので、まあの、元から。まあ、完全に解消できたわけではない。私はもう、すでに満足なので、別にこれでいいんですけど、まあ、とりあえず、どっちも二重にできたという、はい。 ハッピーですかなり <laughs> いやーまあ整形は自己満足なので私が良ければそれでいいんですよまあこういろいろ言われるかもしれないけど私は今すでにめちゃくちゃ満足なのでなんだろうなどういうことをかけてほしいかななんかおめでとう「おめでとう」って感じで「エヴァ」みたいな感じで「おめでとう」みたいな感じで言ってもらえればいやまあでもこう正直イエイじゃないって。 でこう最初行ったのはう、まあ、嬉しいんですよ2人になってう嬉しいんですけどやっぱり1回目の誠実満足いかなかったやっぱり金ドブだなって <laughs> 思った感じですねまあ整形をやり直すみたいなのは結構何回か整形してる人だとよくある話ではあるからまあ1回でうまくいくってこの,子のことの方がまあ珍しいわけではないけど、まあんまりない事例だったりする性質もあるのではいだけどまあ目をやりました目です 二重埋没です、ね、まあメジャーな施実だとは思うのでそんなにそんなになんか整形依存症だとは思わないでほしいけど別に整形に依存してたっても別にいいんじゃないと思う, <laughs> 思う,思うなまあ別にまあいいんだろうな私をどういう形でも叩ければまあまあまあ好きにいってもらってそこは大丈夫なんですけど、まあ、私的にはねやっぱりコンプレックスが解消されてよかった一方で2回も二重埋没をしなきゃいけなかった1回目のそう違うね病院で今回はやったので。 やっぱり金の具だったなとは思ってるので、本当にイエイじゃ、イエイじゃねえなって感じではありますね。まあ2年も期間を空けてしまった。なんか本当にすぐ直せばいいじゃんって感じだったと思うんですけど、まあ、2年も期間を空けてしまったのはもう本当に単純にお金がなかったからですね。本当に単純にお金がない。あのみんな私に対してお金があるって思ってる人が結構いそうだけど、別にないですからね、本当に。本当にない本当にないから今更あの二重埋没修正したんだからね。はい。まあ今回は、ほんと結構綺麗に、 人作っっっててていいいたただやかなと思おりま,すまあね。みんなが気にしてなかったかもしれないけど、別にその奥部隊とか、なんか知らんかったとかいるかもしれないけど、別にしなくてもよかったんじゃないかと思うかもしれないけど、まあ私は本当にしたかったんで、で私はもう,いもう今して満足なので、も何も言わないでください。<laughs> まあまあいいけど、好きに何かを言う分には、まあ私の中で本当一つのコンプレックスが、まあ結構完全に解消されて、 嬉しいって感じですねうんまあたまにね鼻やったんじゃないかとか言われるんですけど鼻はやってないですからねたまに鼻鼻成形したんだすごい綺麗になってるね別に綺麗じゃないですけどね鼻も結構団子鼻っぽいからコンプではあるんだけどなんか勝手に断定してすごい言われること多いんですけどあの鼻はやってないです本ん二重埋没まあなんかまたやったら言うとは思いますね、まあ、ただね私成形やっぱりダウンタイプが好きじゃなくて痛いから 1>, こう1回目の成長の時もそうだけどダウンタイムやっぱり二重埋没でもやっぱしんどいんで結構こう一番手軽じゃないけどメジャーな手術でさえやっぱりダウンタイム結構しんどいんでね目がねこうボコッて腫るて3日間ぐらいそれだけでも普通にしんどいからまあどうだろう今後やるのかなって言われると。 どう、どうでしょうね。わかんないです。まあ、ただやっぱり自分の顔のコンプレックスはまだまだいっぱいあるっちゃあるので、まあ、なんか気が向いたらやることもあるんじゃないかなと思いつつ、まあ、現状はお金がないので、しばらくはやらないと思います。<laughs> やっぱね、お金に余裕がないとね、素敵きなんてできないので、はい。うん。まあ、そんな感じで、なんか、説をしましたっていうやつです。まあ、夏休み、 ちょうど1ヶ月前ぐらいにやったんで、夏休みぐらいの時に、まあ、ちょうどパッとやろうかなと思って、パッとやっちゃいました。特に誰にも相談しなかったな。なんか、特に誰にも相談せずに、まあ、2人ずっとやりたいなとは思ってたけど、1回失敗したコンプレックスがあって、で、なんかちょっと友達が2人生長したって言ってたから、それを見て、あ、なんかめっちゃ綺麗だなと思って、その子の2人が。で、同じ病院勝手に予約して、まあ、そこでやった。 って感じですね、まあ、こうずっとコンプレックスだったんですけどきっかけは結構単純なものでやっぱ綺麗な二重を見て、まあ、自分もそこがいいなって言ったって感じですねうん多分ね私のお母さんのねもうねお父さんもね私が整形したこと多分知らないね、まあ、1回目やったことは知ってるかもしれないけどあの2回目やったことは別にまだお父さんにもお母さんも何,何一つとして別に喋ってないから。 多分お父さんとお母さんはこの動画で知ることになるんでしょうね。はい。はい。というわけで、あの、特に、まあでも私も20超えてるしね、別に、別にね、別に、こう2年前はお母さんに許可取って、成、う、型、ん、したけど、今回別に私も20超えてるから、特になんか誰の許可も取らずに、取る必要もないから、普通にパッとやりました。はい。うん。まあ私的には満足なんで、ほんとそれ以上もそれ以下もないです。というわけで、 まあ、また私が何かやっても、普通にあったかく見守っていただければいいんじゃないでしょうか。もう私もね、一発で乗ったな人なんで、自分の顔ぐらいは、自分の顔ぐらいは自分で責任取ります。はい。だけで、以上。この後でした。バイバイ。